はい、ベルトの点検終わりましたので、今度は各可動部の、オイル差しですね、油差しと、まあ、グリスアップ、そんな作業をしていきたいと思います。で、こちらにあるのが、今回使う、油オイル類です。で、これがね、どこにでもある、まあ、油差しでですよね。で、中に入っているのはエンジンオイルです。あの自動車なんかに使うね、10W30 の、ガソリンとディーゼル両方使えるオイルを使ってます。こちらがスプレー式のオイルです。こちらはね、ちょっと油差しでは入りにくいところ、ちょっと離れているところをこれで吹き付けます。それと最後に、これがグリスポンプです。グリスガンですね。これは、クローラー、キャタピラーの誘導輪と駆動輪。ここに軸にね、やはりオイルがさせるようになっているので、そちらにオイルを、グリスですね。オイルじゃなくてグリスを入れます。で、どこをやるのっていうことで、ちょっとこれから、ぐるっと一回りします。はい、まずここが刈り取り部ですね。ここで稲を刈り取ります。はい、で、今、一番ね、下についてるのが、ちょっとこれバリカンです。バリカン。バリカンって言ってもね、今あんまりバリカン使う人いないんですが、ちょっと寄りますね。はい、こうギザギザになってます。これが左右に動いてね、稲を刈っていきます。これ、すり合わせになってるんで、左右に動くんで、ここに油をつけます。よいしょ。よっこいしょ、ちょっとより、はい、これが引き起こしになります。これで、稲を引き起こしていきます。ここにもね、ちょっと見えるかな、はい、ちょっと見にくいんですが、この白い爪と爪の間がチェーンになってます。これで回転して、下から上に稲を上げていきます。はい、で、これが、ブロンの方に入っていました、デバイダー、稲を引き起こす、こちらもね、稲を引き起こす機械です。これも、脇から見ると分かるんですよね。爪と爪の間がチェーンになってます。こちらの方が分かりやすいかな。はい、これがあの自転車なんかについてるね、チェーンです。で、先ほどの機械もこれと同じ構造になってます。はい、じゃあちょっと横に回りますね。はい、横になっているのが、はい、これもわら送りの機械になってます。これも同じですね。爪と爪の間がチェーンになっているので、チェーンに油を差します。それとこちら、あ、こちらが分かりやすいね。これは大きいチェーンで爪はついていませんが、これも、チェーンなので油を差します。で、ここまでね、稲が立った状態で、横を送りされてきて、ここで、ここが脱穀機ですね。こう立っていたのが横向きになって脱穀されます。これがかなり大きいチェーンでね、これ切れちゃうとちょっと素人には直せないです。これも大切にしないとね、切れるとちょっと修理代が高い。大きいチェーンになっております。で、ちょっと後ろのが見やすいんで、
ここからずっと水平に藁が送られてきて脱穀されます。脱穀された藁は、この奥がカッターなんですけどね、ちょっと回り込みますね。はい、カッターになっていて、この黒いカバーのね内側から藁が、細かく切られた藁が出てきます。はい、じゃあ戻ります。はい、で、ここにもちょっとこれも見にくいね、ごめんなさいね、ちょっと見にくくてなかなか、ビデオカメラの自動調整が合わないんで、この中央あたりに、大きいチェーンがやっぱりついてます。で、こちらが、カッターを回転させるための歯車になります。この白い大きい歯車とその奥にね小さい歯車、ちょっと見にくいですね、ごめんなさいね、これも真ん中あたりに歯車がついてます。で、まあ、歯車を回すための動力は、前回申し上げましたように、この白い、プーリーですね、これはベルトなんですが、白いプーリーで回されます。それと意外に忘れちゃうのが、コンバインクローラーです。キャタピラーですね、キャタピラーなので、キャタピラーにもタイヤっていうかね、丸い輪っかがついてます。はい、これが、誘導輪といって、自分から回転しません、キャタピラーに引っ張られて回っていると。この誘導輪が4箇所で、今キャップついてますが、中央のよこしょ寄れるかな、よいしょよいしょよいしょ、あ、これだ、この中央のキャップを引き抜くと、グリスニップル、まあ今はねなんかニップルと言っちゃいけないんですね、プラグ、グリスプラグが出てきます。はい、で左に寄ります。はい、よいしょ、ちょっとこのポジション結構きついですね。はい、これが駆動輪です。ですから、コンバインは、フロントエンジンリアドライブ、後ろで、回転させているということになります。まあ、タイヤがつながってんでね、同じなんですけどね。で、前にもこういう歯車みたいのがついてるんですが、それはただ一緒に回っているだけと、実際力が加わっているのはこの後ろの部分のみということになります。そんなことでね、まあ、大体、このクローラーは、まあ、1シーズン1回なんですが、その他の、チェーン類は毎回毎回、自宅に戻ってきて、エアーで吹いてね、それで、チェーン類のグリスアップをやります。まあ、これからねそのグリスアップをやって、11時ごろかなから稲刈りになる予定です。ただね、3時ごろから傘マークなんですよ。だからね、まあ、ヘリ狩り何週か回る間、なんとかね雨が降んなけりゃいいのかなと、まあ、雨が降り出すまで枯れるだけ買ってみようかなと。ただ今日は試し狩りなんで、ちょっと買ってみてね、まだ青いなと判断したら周り 2,3 週回ってね、軽い口を開けるだけで、戻ってこようかなと思ってます。そんな手はずで、今日稲刈りをすればね、乾燥機に入れて最短明日の午前中には玄米になります。まあ、そのわけで、これから頑張って稲刈り行ってきたいと思います。